墓地。墓地とは、亡くなった人の遺体や遺骨を埋葬する墓を設けるための区域。墓場とも言う。なお、墓を作るために、土地、墓地等の一部を区画した部分を墓所という。英語で墓地を意味するセメタリーという言葉は、ギリシア語の眠る場所、つまりそこに死者が永遠の眠りについている場所を暗示する言葉に由来している。墓地は、 西ヨーロッパ諸国では、個人の葬儀の最後の儀式が取り行われる場所でもある。こうした儀式、もしくは祭礼は、文化や信仰、宗派によってもかなり異なってくる。墓地はその設けられる場所により、それ以外のところにある墓地とはかなり区別されるものになってくる。文化や地域にもよるが、墓地は通常は礼拝の場所、つまり、教会、礼拝堂に直接隣接するものではない。 例えば、英語で言う、グレイブヤード、墓所というものは、大抵は、チャーチヤード、教会の中庭に設けられている。スコットランドやイングランドでも、北部では、カーグジャドという。チャーチヤードというのは、もともとは、文字通り教会の前の中庭であって、直ちに墓所に結びつくものではなかった。例えば、哲学者のセーレンキルケゴールのラストネームは、やはり、デンマーク語で、 墓地のことであると、しばしば誤解されているのもその例である。実際には教会に付属する周辺の農牧地、ガード、英語のガーデンの原義である、過去一の意に近い意味する。およそ17世紀頃からヨーロッパでの葬儀は、教会の統制のもとに、主として、教会の敷地の中で行われるようになってきた。その敷たりは、時代ともに変化はしてきたが、ヨーロッパ大陸では、遺体は、 それが腐敗するまで、通常そのまま大規模な墓の中に埋葬されていた。遺体が腐り果てると、掘り起こして納骨堂に収められた。でなければ、墓所の側面のアーチを描くような壁に沿って、並べられるか、あるいは、教会の壁の背後、もしくは床の厚い石板のもとに収められた。その後、中世の時代、都市の城壁の内部に遺体を埋葬することは、 伝染病の蔓延につながる公衆衛生上、深刻な問題となった。結局、いくつかの墓地は、人口の密集した都市の中心部から引き離される、ことになった。例えば、18世紀後半、パリの大きな墓地から掘り起こされた遺骨は、パリの片昆布の中の納骨堂に移され、墓地は、都市中心部では、一切禁じられることになった。教会や、教会付属の墓地とは、 無関係の墓地管理会社や共同墓地の類は大多数が十九世紀初頭から出現してくる。特に眺望が良く公園のような霊園という形ですでにその時期から誕生してきている。ただし墓地開放運動はすでに千七百四十年頃からその動きが出てきている。空間的に風景となるような様式の墓地の最も初期の例はパリのペール・ラシェーズ墓地である。 これは教会によって統制された墓地というよりも国家の墓地という理想を体現したもので、ナポレオン戦争の拡大とともにそのスタイルはヨーロッパ中に広まっていった。これはまた時には民間業者によって開発された墓地にもこのスタイルが採用された。共同墓地や民間業者による墓地への移行は都市の外での埋蔵するための土地開発と相まって進行した。 墓地は一般におごそかな敬意を持って見られる場所であるが、しばしばそこには礼拝堂のような宗教的施設も付属した。寺には仮葬場が併設されることもある。墓の洞窟やそうした宗教施設への盗みは重い罪とされている。墓地の様式は国によってもかなり変化してきている。例えばアメリカ合衆国や多くのヨーロッパの国々では、 新しい墓地は広い場所に数多くの墓石が地面に並んでいる。ロシアでは普通小さく囲まれた家族の墓所の中に墓石が置かれる。最もこうした風習はアメリカでもその初期の時代にはごく普通のことだったようで古い墓地に行くと同様のものを見ることができる。都市部の墓地では特に歴史のある古い都市では新たな問題が生じてきている。墓地自体が 手狭になり、もう空間的に飽和状態で、新しい墓を作ることができないというケースである。これは、この墓地自体を、もはや歴史的記念碑と考え、そのままの状態であとは保存するのみとするか、あるいは古い無縁簿を掘り起こして、一つに整理して、場所を開けるということである。これは国により、風俗慣習により対処の仕方は、両極端に分かれていく。日本では、 納骨堂やビル型墓地などの建物内に納骨し、カードなどで利用者称号し、骨壺を運ぶ仕組みを採用しているところもあ、南米のブラジルでは墓地自体を高層ビル化したというような例もある。今日ではあまり馴染みのないことであるが、アメリカの植民時代には家族としての墓地という形式も当時の生活様式の中ではごく自然のことであった。共同墓地や、 宗教的な墓地というものがまだ根付かなかった時代、植民者たちは土地を見つけて、普通自分たちの住む土地に隣接した小立ちの中に、家族の墓地を作った。地には、複数の家族が自分たちの亡くなった家族を一緒に埋葬した。こうした場所がその後大きくなって、墓地の形態を成していく。しかし、一家の家系が途絶えたり、他の地に移動したりするとそうした墓地は忘れられていく。 変地の過疎化し、廃村となったような村の外れの墓地には同様のケースが見られる。もっと近代になってからも大きな辞書を持った一族の中には自分たちの敷地内に霊病や遺骨安置所のようなものを建てているケースもなくはない。フォーリングウォーターの遺骨安置所はその最たる例である。ただ、今日では一体を埋葬するにあたっても様々な法律の規制がかかるようになり、 私有地だからと言ってもおいそれと埋葬するわけにはいかない。たとえ不可能ではないにせよ、家族だけの墓地を自分たちの敷地であったとしても、なかなか厳しくなってきた。主にパソコンや携帯電話の画面に現れる、お墓や家、改名、生前の写真などを対象にお参りができるサービス。実際のお墓にはなかなか行けないし頻繁にお参りできる方がいいかもしれない。やはりお墓は、 実際に行くものでしょなど、様々な意見がある。解体町の船舶を経由する場所が、船の墓場、ボートグレイブヤードと呼ばれている。現代の先進国では、環境汚染や人権費の問題があるため、大型船舶は、環境規制が緩く人権費の安いインド、バングラデシュ、パキスタンにある解体処分場に送られることから、東南アジアが船の墓場と呼ばれることもある。 小型船舶は産業廃棄物として国内で解体されている。廃車となった鉄道車両は専門の業者が回収して廃棄する。これらの業者の解体場には鉄道車両が山積みになっている。日本では長岡車両センターに所属する EF64 型の1030、1031、1032号機は廃車を解体場。 長野総合車両センターなどまで牽引することから俗に死神と呼ばれている。使われなくなった航空機は、モハーベ空港やチューペロ地域空港などの飛行機の墓場に送られる。ここでは廃棄処分と部品取りの機体が混在している。役目を終えた人工衛星の打ち制御が可能なものについては、影響の少ない軌道、墓場軌道へ移動させたり、 影響の少ないポイントネモなどのスペースクラフト、セメタリーへ落下させる。機械の寿命を死と捉え、廃棄場所を墓場と見立てる例である。東部伊勢崎線細谷駅の敷地内には、市内で使われていたバス停標識が仮置きされていることから、バス停の墓場と呼ばれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。